キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい、そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。前回悲劇の塗装のリカバリーが完了。素人にしてはまあまあ綺麗に塗ることができたんじゃないでしょうか。塗装のために外していたパーツも元に戻して、あの派手だったカラーのバスが製造された時の状態に戻りました。これでやっとキャンピングカーに向けての改造を始められます。やっと解体スタートなのですが、一つ問題があります。この26脚のうちの24脚の椅子を外そうと思うのですが、外した椅子を置く場所、かなりのスペースが必要なんですね。この椅子を置いていると作業する場所がなくなるので、先に処分できる場所を見つけなくてはなります。処分できる場所を探しつつ小物から外していくことにしました。取引のある鉄くず回収業者にも一度断られたんですが、なんとかお願いして引き取っていただけることになりました。一件落着です。これで安心して椅子を外すことができます。このネジ全然外れません。インパクトドライバーで回すと頭が舐めてしまいました。ダメです、こっちのネジも頭が舐めてしまいました。舐めたネジを外す専用のマイナスビットを試してみます。全く回る気配がありません。こっちのネジも試してみます。あ、ビット折れてしまいました。ダメですね、見事に折れちゃいました。しょうがないですね、もうドリルでネジの頭を飛ばしてしまいます。錆びてるわけでもないのになんで外れないんですかね。これで外れました。やっと足元の台が外れました。処分先も決まったので椅子の本体を外していきます。こっちのネジは問題なく外れました。これ補助席だけでも結構重たいんですね。外したものはすべて重さを測って記録しておきます。あまり精密ではないですけど体重計に乗せて測ります。だいぶすっきりして広くなってきました。こうやって目の前に空間が現れてくると、いろんなレイアウトがね、頭に浮かんできます。
外した椅子はすぐに鉄くず屋さんに引き取ってもらいました。掃除をしてきれいになってすっきり。この広さだったらなんとか理想のレイアウトができるんでしょうかね。運転席天井のパネルはこのまま使う予定ですが、断熱や防音するために一旦外します。天井パネル外してみると大きさを感じます。意外に大きいですね。もう作業するにはかなり暑くなってきましたね。暑くなるまでにエアコンまでたどり着こうと思ってたんですけど、いろいろとあって3ヶ月ぐらい遅れております。後部の天井パネルや役に立たない断熱材は外して廃棄します。マックスファンやソーラーパネルの配置も考えないといけません。エアコンダクト内はこんな構造になってました。断熱性もあまりなさそうなのにこんなので冷えるんですね。エアコンのパワーで押し切っていたって感じなんでしょうかね。とりあえずいらないので外します。側面パネルも外していきます。中には何も入っていません。空洞です。これで冷暖房が効いてたというのは不思議ですね。クーラーは大きさから見て相当大きいパワーがあったのが伺えますけど、ヒーターはこんなに小さいのに相当パワーあるんですかね。これそれなら一つぐらい残したいですね。サンバイザー外すのにすっごい手こずりました。このカバーはめ込んであるだけだと思うんですけど、全然外れません。これどうやったら取れるんでしょう。取れました。なんとか外れました。爪の部分を相当外に広げないと取れないようですね。下手すると爪が折れちゃいそうです。運転席側にもう一つあるので、爪の部分を広げる道具を作ります。これで爪部分を引っ掛けて広げると簡単に外れると思います。隙間を広げて作った工具を差し込みます。爪部分を外に引っ張ります。ほら簡単に外れました。サンバイザーも無事外すことができたんで、この上のパネルを外します。一旦外して防音と断熱の加工をしようと思っています。ここは雨の日、雨音が相当うるさいのでしっかり防音したいですね。これはエアコンの外気循環の時の吸い込み口です。とりあえず一旦抜いてもらいましょう。
そしてこのしょぼしょぼの断熱材も全て剥がしていきます。これも断熱効果の高いものに交換しようと思ってます。この辺りの不要な小物類も全て外していきます。これから重量物をたくさん積んでいくので、外せるものはできるだけ外して少しでも軽くしたいんです。いろんなものがたくさんついていますけど、これらは必要ありません。小物類はまとめて重さを測るんですけど、はかりにうまく乗せられないので抱えて乗ることにしました。後で自分の体重を引きます。こびりついた断熱材はパーツクリーナーをかけて剥ぎ取ると簡単に取れました。残るはヒーターですけど、一つだけでも残せればいいなと思っています。ちょっと考えてみます。撤去物品の総重量は約 430kg でした。今回はここまで。次回をお楽しみに。次回、グライドドアの集中ロックが動かないなど電気系統の不具合を、中が空っぽになった今のうちに直しておきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。